ところでついに終了になりましたが、ゆる見てくれた本当に愛されてるっていうか、まあ単純にあこの人はいじっていいんだと思われてるだけなのかな。キャスターの皆さんはもう完全にロックオンしてめちゃくちゃいじってる、ずぶ濡れのうちは持った目覚ましライブでアナウンサー4名来ていただいて、うん、あアイドルだったんだねっていう言ってもらいました。超本業です。完璧な K、 あの K ってだって K って名前だから、ね、あんなに4時違うか5時半ぐらいか5時半ぐらいから6時半か6時半から終わる8時ですかねあんなに自分の名前を言ってくれる番組ないですか。 KKKK ねえ、うちは目覚ましライブのうちはもう感動ですよ。泣きそうになりました。すっかり目覚ましファミリーになりました。これからその見たことない層の方々にも僕とエンティームなんかしてもらえるっていうのは嬉しいですね。なんか知らないと例えばテレビとか舞台やっててもなーってなるけど、例えばこれで僕のことを知ってくださって演技もしてくださったら、あ、ちょっと見ようかなって。そしたら僕以外のメンバー、
の魅力も伝わりやすいし、そしたらエンチメントもっと気になる方も増えるんじゃないかな。全てはエンチメントのために頑張りました。わあ、もう終わっちゃったよ。早いな。ちくしょう。でも楽しかった。いい思い出になりました。スタッフの皆さんと分けたんですけど、こんなものみたいな。どうした目覚ましテレビ。お疲れ様でした。僕の大好きなフルーツ大福と一緒にティアモシャラインありがとう。でちゃんと K だけじゃなくてメンバーいます。メンバーはまだ寝てると思いますが、そうそう起きるのかな。まだ誰も起きてないですね。そのリポートの時からリポーターか目覚ましテレビさんにお世話になって、あでもずっと僕が幼い頃から見ていた番組なので、まさか自分が出るとは思わなかったんですけど、ずっと最後まで周りのスタッフの方々のためにバタバタしながらやりきれたのは本当周りの方のおかげです。ありがとうございました。なんかこれ違う人みたい。見てこれ。こういうのやってるからいじられるな。やめとこ。さよなら。おやすみます。コーヒー飲んで休みます。着いたら多分今日も長い一日だ。
マニモゴ、ありがとうございます。ゴマオ、お疲れ様でした。え？タキ。タキ。ライブまさかやってると思ってないだろうな、タキ。30分だけ寝て移動したいと思います。メンバーみんな待っててね。See you. 訓練してるよ。